教えてくれ先生。はい。あ、GTG あれ GTG グレートティーチャーグレー。GTG 久々の。GTG だぜ。違うね。ということで、はい、なんか最近の、はい、なんかちょっと前のレッドの課題がなんかバンカーだって言ってたじゃないですか。はい、一番言ってたのがバンカーなんです。バンカー。はい、はい、はいはい。ただなんかここ最近ちょっと掴んだと言ってたんですよね。はい、はいはい。なので一回ちょっと打ち方を見てもらってなんかアドバイスがあれば。わかりました。ぜひ。バンカー入ると、はい、うわ入れちゃったやばい不安だなっていうのを消したいんですよ。なるほど。バンカーか早いみたいな。はい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 。入れるかみたいなぐらいに自信が欲しいんですよ。なんかグレーぐらいうまくね。そうそう。ちょっと最近の僕のバンカー。はい。はい、あれ？あ、テイク2。いやもう全然こんなのありますよ。こんなんすよ。うん、なるほどね。おお、うまい。あ、でもうまい。ありがとう、うまいですね。綺麗な感じで。もう一回行きます。またこれが一番いいです。なるほど。はい。これは、はい、すごく、なんですかね、レッドの場合はこうやってハンドファーストっていうんですですね。だからハンドファースト強いからそのね解けなければやっぱそのままいっちゃうわけですよね。はいはいはい。そうするとやっぱりネックから入ってああいうトップみたいな、はい、形になっちゃうんですね。だからもうちょっとなんですかね、シャフトがもうまっすぐなるぐらいの感じで構えてあげてる。そうそうそう。なるほど。そしたらこれでもうフェース開いてるわけですよね。はいはいはい、開いてる開いてる、はい。ここにあとはまっすぐ戻る意識ですよね。こうでリリースしながらインパクト、はいはいはい、でフェース崩さないように持っていけば球がにじれなくなってきます。おー、うん、そうですね。そう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 、こういくんじゃなくてそうですそうです、こう戻って、そうです、そういうイメージですね。でヘッドもなるべく打っていきたい方向にヘッドも出さないと。そうそうそう、やっぱアマチュアゴルファーはやっぱりあれですよね、バンカー苦手とする人めちゃめちゃ多いと思うんですよね。多いですね、多いですね。ここもそれだけこうやって持っていくか、こうやって持っていくかの違い、うん、これを大体の人はこうやって持っていったんですかね。ですね。そのこれを少ない量にしないとダメです、砂の量。なるほど。高いとこから低いとこに落ちれば砂の量は増えるわけじゃないですか。はい。そうするとこう切るわけなんでサイドスピンになっちゃう。じゃなくてなるべくこうまっすぐから高いところに向けてが砂の量って少ないの、ね、なるほど。そうするとここのよくバンス、はい、バンスをうまく使えるよねっていう話です。うーん、それをイメージすることで抜け方が変わってくるんで、僕はあんなゆっくりやってもふわっと飛ぶんですよ。やばっ。あ、そう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 。今のうまいっすね。今、はい、今その感じでいきましょう。その感じでいきましょう。今の理想な感じでしたね。あんな感じでいいんですよ。で、グリップのプレッシャーもこの小指だけ握ってればいいです。左手の緩めで。あと何も握んなくていいです。それは無理。本当に小指だけしっかり握って、あとはもうほどくイメージでいいです。うん、はい、あと砂をどうやって深くするのか浅くするかの違いです。なるほど、はい。あ、うまね。うまい、やばい。簡単でしょ。うん、うまい今ので。あとはもう一個注意するとしたら、はい、これなんですよ。あの、構えてますか。でちょっと打たないですけど、一回上げますよね。で力抜いてくるんですか。そうそう。この力感があると、この重みと体を開いていくんですよ。体を回す。そう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 。この重みでいいんですよ。
えー、あ、そんな軽くでいいんだ。そんな軽くでいいです。このじゃあ振るっていう感覚は一切ないってことですか。だから小指にしっかり握ってもらって、この垂れる重みと体を逃がす動きを作ってあげればちゃんと当たります。じゃ自然とクラブ降りてくるってことですね。そうそうそう、あ、めっちゃうまい。そしたら砂の量って少ないです。なるほど。これちょっと僕の中では難しい感じになってます、はい。もうちょっといいライですこれイメージは大切なんで、はい、いいライから打つっていう。ボールは左足寄りでいいですか。左足寄りで全然いいです。はい、グリップゆるゆるでいきます。ゆるゆるでいいです。小指だけ握ってるわけです。小指だけ意識して。ああ、うまい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 。こんな感じです。今のもうちょっと強くやってばしっかり出る。あとはちょっと一回打っていいですか。はい、今の感じで体のこの開く度合い、この落ちるタイミングと、はい、体を開くタイミングのヘッドって抜けるんです。あ、この動きと落ちてくるこの感触と体を逃がす動きなんでヘッドって抜けるんです。へえ、この動きでポンってそこ、いや、うまやば、うまそう、マジ、そうそう、なるほど。あの、なんですか、球が近いところでも、はい、遠いところでも、はい、変わらない。ふわっとした球を打てる。わかります。うわ、やばい、めっちゃうまい。そうするとこの砂の量って こういう状態で取れるんですか。なるほど。アマチュアの人はこうやって取っちゃうんですよ、さらに。あ、なるほど。この砂の量を深く取りすぎちゃって砂の量が多いから、うんうん、ダフっちゃうんですよ。じゃなくて僕はもうどれだけこうやって浅くこう、ね、取れるか、少量でこう取るかです。へえ。僕いくらやってもなんかふわっていくでしょ、うん、確かに。だから僕はなんか全然なんかこう力感なくこうポン、だからこの重みを利用する。だから小指だけこうやって握ってれば支点になるんですよね。へえ。この動きを意識しながら、はい、体を逃がす。あ、逃がすのね。わかります。はい。バンスが今抜ける感じ。この動きと体をちょっと逃がす。うわ、やば。で、あとはなんか重心の位置ですよね。飛ばしたいときはちょっと高くすればいいし、はい、深くすれば、ね、手前になるし。左右の重心は何対何ぐらい？左。あんま意識してないですね。ただちょっと重心左にすれば。ね、鋭角的に飛んでいくし、はいはいはい、真ん中ぐらいにすれば球も 上にふわっていくし、それはなんか自分の距離を出したいイメージに合わせればいい。これちょっと埋まってるんですかね。それけどむずいっすよね、逆に。むずくないんですか。それむずくないんだ。抜ける気しかしないですね。あー、惜しい惜しい惜しい、うん、一番嫌なミス。今の原因はやっぱりもうちょっと握ってもいいですね。もうちょっと握って台が悪いんで、いい台でしたい。いい台だと本当にこうクリーンに打てるんで、まずハンドファーストにならないように構える。構える。で、あと小指だけ握って。あ、そんな感じ。そう、それ。そうそうそう。で、あと小指だけ握って。あ、そんな感じ。そう、それ。そうそう、そのね、素振りの時がめちゃめちゃうまいんですよ。今までの砂の取り方と全然違うから、それだけうまい。そのままやれればめっちゃうまいですよね、多分ね。今やっぱ多分ね、ちょっと雰囲気を出しすぎちゃう。わかるんですよ。あの、わかるわかる。もうちょっとなんか固めるとか固めといて、うん、うちに状態だけなんかリラックスしてもいいかな。なんか足もこうふわふわにしちゃうんですよ。はいはいはい。グッてやりすぎてたもん。楽にしちゃっていいですか。全然楽にしちゃう。あ、うまい。見ました。うまい。この砂のり、うまい。今のがいい。うまい。めっちゃニアピン。スナイチですね、あれはね。あ、うまい。
や足楽にすると振りやすいなやっぱな。ああ惜しい。緩い手元が緩すぎた。そうですね今のそうですね。砂入った瞬間にブルって持ってかれちゃったの。小指だけは絶対しっかり握ってた方がいい。ちょっとだけちょっと握ってみます。うん、小指だけしっかり。あうまいうまいそれだ。あうまいうまい。こんだけ砂の量少なく取れる。うん。いやうま。もう一個聞きたいんですけど。はい。左足下がり。そう。のそれね、俺も。バンカーってどうやって打つんですか。むずいっすよ。だって球上がんないっすよ。だって。はい。またさっきも結構鋭角的。うまっ。